皆さんこんにちは。岡田市の島根県 JR 西日本出雲市駅に来ております。ただいまの時間がですね、午前11時20分ということで、この時間帯に動画撮ってるということで、本日はサンライズには乗りません。今からですね、大阪に帰るんですけども、 JR 高速バスですね、おそらく今ここに到着した中国 JR バスの車両、本日の乗るねバスになるんじゃないかなと思うんですけども、出雲市発大阪行きの高速バスを使って帰ります。でこれ当日予約でもね、なんと5000円ということで、めちゃくちゃ安いんですよね。この出雲市駅から鉄道で使っていく場合だと、特急列車やくも号と山陽新幹線を、使うことになると思うんですけども、その場合大体所要時間が、岡山まで3時間で、岡山新大阪で1時間、乗り換えの時間とかもろもろ含めたりすると大体4時間半ぐらいで、大阪まで帰ることができるんですよね。で料金が大体1万円ぐらいになっています。1万円超えてきます、特急列車と新幹線使ってここから大阪に帰るとするとね。ただ今回バス使うとですね、半額以下の5000円で発券できたということで、結構バスありじゃないでしょうかね。乗り換えなしですね、これ大阪駅まで、ということで、どれぐらい時間かかるのかっていうところも見つつね、今回出雲市から大阪まで JR 高速バスを使って帰ります。でこちらに泊まっているのは、これ阪急の高速バスなんですけども、これも大阪梅田行きですね。以前ね、阪急のバスは紹介したことあったはずです。はい、概要欄に URL 貼っておくんでね、もしよかったら見てみてください。今回は阪急のバスではなくて、こっちに泊まってるね、JR 高速バスの方を使います。ちなみに阪急も JR もどっちもね、3列タイプのバスが使われるということで、めちゃくちゃ快適に大阪まで移動できるんじゃないかな。今回は11時35分発の出雲エクスプレス6号ってやつに乗ってね、大阪に向かいます。ちなみに京都行きの運行っていうのもあるみたいで、これの次のバスに関しては大阪京都行きだったんですよね。今回は大阪行きに乗ります。11時25分、阪急の大阪行きのバスが出発していきました。ここにだいぶいろいろ時刻が出てるんですが、今回乗るのは JR なんで、真ん中の段の左下ですね、11時35分発 JR 大阪駅行きに乗ります。今出発したのはこの国引き号ってやつかな、阪急って書いてるやつですね。というわけでこちらのバスに乗って大阪駅まで向かいます。海外の方も利用されるんですね、高速バスね。大阪まで乗り換えなしということで非常に便利だと思います。3列タイプ、今回2列目の、窓側撮ってます。というわけで車内入りました。こちら3列シートになります。真ん中に、トイレっていうのもついてますね。夜行バス仕様の高速バスですから非常に快適に行けると思います。2列目の窓側撮ってます。座席に着いたんですけども、結構古めの車両ですよね。最近の夜行バスとかってかなり新しいデザインの車両多いと思うんですけども、このバスね、見た目は新しいんですけども、中は古めの内装って感じがしました。一昔前の3列シートとかなんじゃないかな。古くてね、コンセントとかってのもついてなかったんですよね。 USB ポートっていうのもありませんでした。 JR バスもしょっちゅう乗りますけども、 JR バスでコンセントとか USB ポートっていうのがないバスっていうのもかなり久しぶりに乗ったかもしれない、とかむしろ初めて乗ったかもしれないね。足元に関してはまあまあの広さで、フットレストもね、しっかりとついてます。大阪駅まではね、そんなに長くもないから、これだったら快適に過ごせそうですね。で、この車両夜行バスでも対応してるバスだと思います。前にカーテンがついていたんで、夜行バス運転時はね、すべてカーテン閉まるんですけども、中高バスということでカーテンは閉まらず、電気もついたままね、終点の大阪駅まで向かいます。出雲市駅で乗車扱いを終えて、バスは出雲市駅を出発。この先は、島根県内で乗車扱いのために停車していきます。ちなみに大阪での降車停留所は大阪駅高速バスターミナルのみになってて、それ以外難波とか天王寺とか新大阪とかね、そういうところで降りることはできません。出雲エクスプレス大阪号をご利用いただきましてありがとうございます。このバスは大阪駅JR 到着バスターミナル行きです。全席指定席となっておりますので、座席番号をお確かめの上、ご着席ください。次は、氷川インターです。お客様にお願いいたします。法令により、シートベルトの着用が義務付けられておりますので。このバスはこの後お客様の乗車確認のため、氷川インター、山陰道を新地、高速道路を通過します。これによりシートベルトの着用が義務付けられています。
車扱いの停留所を見てもらったら分かる通り、新地、玉造り、で松江駅ということで、山陰本線と、ね、並行しながら走っていきます。この辺りののどかな景色っていうのも、まあ、割としょっちゅう見てるんでね。出雲市駅を出て大体20分ほどで初めの乗車扱いを行う場所に到着しました。でここなんとね、駐車場があったんですよ、バス乗り場の横にね。この駐車場何か見てみると、高速バスを利用する人専用の駐車場になってるみたいです。まあ、なので、まあ、自家用車とかでこういったところまで車で来て、でここからねバスに乗り換えて大阪とか東京とかね、そういった方面、多分九州方面に行くバスとかもあったりすると思うんですけども、まあ、そっち方面に行く需要がね、あるということで、こういったのも結構田舎とかね、地方だとよく見る光景かな。海外だとね、バスとなんか自家用車との組み合わせで移動する需要っていうのがかなりあるみたいなんですけども、日本はまだそこまでね進んでないですよね。出雲市駅を出て大体30分弱、山陰自動車道の方に入ります。山陰道、米子自動車道、中国道、阪神高速という感じでね、大阪まで進んでいくみたいです。途中開放休憩2回あるみたいなんでね、大体2時間おきに1回ぐらいの感覚かな。この先新地インターと玉造インターというところも通るんですけども、そこからね乗車することも可能です。この日に関してはね、新地も玉造もどっちもね乗ってくる人いなかったんで、かなり空いてました。正直ね、まあ、平日だったからねこれぐらいの乗車率だと思うんだけど、多分週末とかはねもっと混んでると思います。夏休みも終わりでね、平日ですから、まあ、空いてて当たり前っちゃ当たり前ですね。まあ、ちなみにね、朝8時台とかにね出雲市駅を出発するバスもあって、今回乗ってるのはこの11時35分ですけども、これの次のバスはね16時20分発とかなんですよね。まあ、それ使うと大阪駅に10時半で、京都駅に11時とかなんで、まあ、割とゆっくり夜まで遊んで、夕方まで遊んで、まあ、そこから大阪京都に帰るってことも一応できますね。料金はね同じでした。山陰道を降りてまもなくね JR 松江駅に到着となります。ここが最後の乗車扱いの場所で、ここ出るとね大阪駅まで降りることはできません。島根県の県庁ですからね、松江。もちろん八雲号もサンライズ号も止まります。あれ前のバス一畑バスかな、結構古いバス多いですよね。松江駅から3名乗ってこられました。まあ、つまり合計7人しかね今日乗ってないということで、乗車率でいくと大体2割とかなんじゃないかな。かなりガラガラでしたね。なので運転手さんがですね、好きな席に移ってくれてもいいですよみたいなこと言ってました。まあ、別にね前も人いなかったし、隣も空いてたんで、僕はもうこのままの2列目の A 席で行くことにしたんですけども、まあ、今回一応5000円とか4900円というのは特割運賃なんですよね。で通常運賃5500円なんだけど、それだとね1列目の座席指定することできませんでした。まあ、当日でもね特割運賃使えるということで、空席があればねめちゃくちゃ助かりますね。いつもあの高速バスネットからね JR バスは予約しています。まあ、山陰道と米子自動車道を通り、鳥取県の大山パーキングエリアというのを目指します。まあ、ちなみに車内フリー Wi-Fi とかねそういったのもありません。それでは出発停止刻は13時30分午後1時30分ごろ予定しておりますので、それまでにお待ちくださいませ。よろしくお願いいたします。出雲市を出発して大体1時間40分ぐらいですかね、鳥取県の大山パーキングエリアに到着です。ここで15分間の開放休憩っていうのがあります。先に一瞬雨降ってたんだけども、もうまた雨止んで晴れ間出てきましたね。やっぱ山の天気っていうのはコロコロ変わるんで全然わかんないですね。でパーキングエリアなんですけども、まあ、自動販売機とか、あと食事とかもできるようになってます。なんか美味しそうなアイスクリームとかね、牛乳とか、あこれこれこれ大山ソフトクリームとかいろいろあるんですけども、まあ、今日はちょっとやめておきます。まあ、あんま時間ないんでね、15分なんで、まあ、アイスぐらいだったら全然食べれるんですけども、いいね。そんなに大きくないですけども、中には売店、コンビニではないですけども売店とかもあったりして、お菓子とかねそういったのも売ってました。もう一箇所ね開放休憩あるみたいなんですよね。うん、もう一箇所は中国自動車道で開放休憩1回あるみたいなんですけども、 JR バスは
結構休憩多めですよね、中高便であったとしてもね。こんな感じです。車内戻ります。15分間の開放休憩を終えて大山パーキングエリアを出発です。この日ね、天気悪すぎて大山全然見えなかったんですよね。綺麗に見えたら映そうと思ってたんですけども、微妙な感じだったんでやめました。次の開放休憩は2時間後、安富パーキングエリアですね。中国自動車道で休憩があります。景色はねずっと単調でしたよ。で、岡山県に入ってからね、まだずっと雨降りだして、時折ね激しく降ってたんですけども、特にそんな通行止めになる程度の大雨とかではなかったです。道路はもうずっと空いてましたね。豪華に2車線も使えるんで。爆走しながらやってきました。中国道を順調に進みまして兵庫県に入り、姫路市の安富パーキングエリアですね、2回目の開放休憩です。ここでもね、同じく15分間の休憩時間取られました。兵庫県の姫路市かな、安富パーキングエリアに到着しました。車内で爆睡しましたね。昨日寝台特急乗ってたんですけども、夜行列車でも十分寝たんですけどもね、結構揺れが心地よくてバスでも寝てました。はい、そんなわけで、あと大体2時間でね大阪に到着です。岡山県内入った時は結構雨も降ってたんですけども、とりあえず今は雨やんだって感じかな。奥の方は青空っていうのも出てます。特に渋滞とかにね巻き込まれることもなくね、帝国通りにここまで走ってます。普段あんまりね中国自動車道とか使うことっていうのはないので、すごくこういった初めて来るようなパーキングエリアとかに来るとねちょっと楽しいですよね。はい、そんなわけでまだ車内戻って、大阪駅までですね座ってるだけなんですけども、のんびりやっていこうと思います。15分間の開放休憩を終えて安富パーキングエリアを出発。あとね、帝国通り多分今進んでると思うんですけども、大阪駅到着は17時20分の帝国予定なんで、あと2時間ないですね。引き続き中国道を進んでいきます。この辺りね、山陽高速、山陽自動車道っていうのもあるんですけども、山陽道は海沿い走ってます。中国道の方が山沿い、距離はね山陽道の方が短いと思うんですけども、中国道の方が多分スムーズだと思います。何事もなくね順調に進みまして、中国池田インターで1回ね一般道におります。阪神高速に乗り換えなんだけども、ここなぜかねジャンクションつながってないんですよね。阪神高速に行く場合1回一般道に降りて、でしばらく一般道走行したのち再びね阪神高速に入るといったような感じで、阪神高速11号線だったかな、ちょうどあの伊丹空港とかの近くなんですよね。なので、伊丹空港を、ね、停車場として設けても良さそうな気はするんですけども、需要ないのかな。島根から、でもそっか、出雲空港から伊丹空港にフライトあるから、バチバチに競争になっちゃいますね、そこで行くとね。今ちょうどね見えないですけども、伊丹空港の近く走行しています。これ上からね合流してくる高速ありますけども、これ伊丹空港からリムジンバスとかに乗るとね、ここの高速通って阪神高速に合流します。お降りの際にはお忘れ物のございませんよう、身の回り今一度お確かめください。安全のため、バスが3線に止まってから座席をお立ちになるようお願いいたします。本日は中国JR バス出雲エクスプレス大阪号をご利用くださいまして、誠にありがとうございました。またのご利用お待ちしております。
出雲市駅を出発して5時間と15分かな、16時50分、定刻よりも30分も早く大阪駅高速バスターミナルに装着しました。30分装着っていうのは結構珍しいですね。まあ、基本的にね、高速バス装着することが多いと思うんですけども、5時間でね、たった5000円で出雲市から乗り換えなしてくれるんだったら、全然僕はもうバス移動の方をおすすめしたいですね。まあ、JR だとね、特急八雲号、伯備線通るわけですけども、伯備線ってかなり、まあ、線形もね、過酷なところを通ってるんで、もうカーブとかの時ね、すごい G かかったりして乗り心地っていうのはあまり良くないんですよね、八雲号。まあ、すごい速い特急で面白い列車ではあるんですけども、まあ結構ね、乗り物をしやすい方にとっては戻してしまったりする方とかって結構多いぐらいの路線なんですけども、バスはそんなことないですし、で電波に関しても基本的にずっとつながってたんで、伯備線でもずっとね、ずっとではないですけども、ほぼ圏外なんですよね。うん、なのでそういったところも踏まえてもバスの方がいいんじゃないかなって個人的には思います。うん、何回も言ってますけど、今回片道4900円で5時間でね、出雲市から乗り換えなしで大阪駅まで来れましたから、新幹線特急使うと4時間かかって岡山との乗り換えと新大阪での乗り換えが必要だったりするんでね、もう岡山乗り換えも新大阪乗り換えもどっちも結構人多くて大変じゃないですか。慣れてるとね、そうでもないんですけどもね。まあというのもいろいろ踏まえた上で、まあ、個人的には出雲大阪の移動はバスの方が便利かなと思います。まあ、出雲だけじゃなくて松江に関してもそうですけどもね。はい、というわけで今回はね、 JR バス使ってきましたけども、阪急のバスもね、非常にいいので、もしよかったらね、阪急か JR どちらも使ってみてください。まあ、まだね、次回大阪から出雲市まで阪急バスとかっていうのはまだ使ったことないので、出雲から大阪はあるんですけどもね、まあ、そういったのも使っていけたらいいなと思います。ちなみにこの路線、夜行バスもね、一応走ってます、大阪京都から出雲市の間で。ただそういったのも乗れたらいいなと思うし、あとウィラーエクスプレスですね、こういったところもね、運行してたりするんで、またそっちも使う機会があればね、使おうと思います。はい、ということで今回はですね、中国 JR バスにて出雲市駅から大阪駅までの動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。